こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回はルキノ・ヴィスコンティ監督の代表作ヴェニスに死すについてお話しします。あらすじおよび解説はフィルムアート社ヴィスコンティ修正より多く引用しました。波は絶え間なくうねっていた。風は湿っぽく、陸地のあらゆる光景は霧の中に没し、ほの暗い海は湖のようによどみ青みがかった灰色をしている。諸行の中、古ぼけた汽船がうねりにもてあそばれながら夜の名残を求めるかのように進んできた。汽船のデッキに一人の旅行者が腰掛けていた。彼は襟を立てたコートにくるまり、デッキチェアに体をうずめて膝の上の本をぼんやりした様子で読んでいた。彼の名はグスタフ・フォン・アッシェンバッハ。名高い作曲家であり指揮者でもある。アッシェンバッハは中世で幾分痩せていて、鋭く蒼白な顔に刻まれた深いシワと目の下のクマは彼にいち早く訪れた老年を物語っていた。霧の中にヴェニスが忽然とその姿を見せた。引き潮の浅瀬では漁師たちが背をかがめて貝を漁っている。その影絵のような情景の遥か彼方には朝日に輝く大寺院が見える。ホテルデパンは堂々たる構えで、ロビーには花が飾り付けられ、心よい音楽が流れていた。アッシェンバッハを見かけると支配人が急いで挨拶に出てきて、早速部屋に案内してくれた。部屋は3階で、ブラインドを開けると正面に海と砂浜と海水浴場が見下ろせる素晴らしい眺めだった。それを眺めながら、アッシェンバッハはここリド島に来ることになった経緯を思い出していた。彼はコンサートホールで倒れ、医者に仕事を禁じられ、長期休養を命じられたのだった。清掃し夕食に降りてきたアッシェンバッハはサロンのソファーに腰を下ろした。新聞を手にしてみたが読む気もせず、辺りを見回した。ふと向こう側にいるポーランド人の家族に目が留まった。家庭教師風の中年夫人と3人の女の子、そしてちょっとそこから身を引くようにセーラー服の少年がいた。アッシェンバッハはその少年の完璧な美しさに唖然とし、目を見張った。少年の蒼白で優美な慎みのある顔立ちは蜂蜜色の髪に縁取られ、鼻筋はまっすぐ通り、口元は愛らしく優しく神々しい厳粛な表情をたたえ、高貴なギリシャ彫刻を思わせた。アッシェンバッハはさりげなく立ち上がり、なるべく少年の近くのソファーに移った。やがて食事の支度ができ、アッシェンバッハもテーブルに着いた。本当は少年がよく見える席に座りたかった。彼は少しでも少年がよく見えるようにテーブルの上の花をずらした。この作品はトーマス・マンの同名小説の映画化であり、監督のヴィスコンティは前年の地獄に落ちた勇者どもとこのヴェニスに死す、それに続くルートヴィッヒの3作をもって近代ドイツ3部作と呼んでいます。ダーク・ボガード演ずる主人公アッシェンバッハは原作では著名な作家という設定ですが、映画では作曲家のグスタフ・マーラーがモデルになったと言われています。この映画を制作した頃からヴィスコンティの心の中に老いに対する恐怖が芽生え、死のイメージが形を持ち始めていました。しかし作品そのものにかける情熱に衰えはなく、美少年役のビョルン・アンドレセンを探し出したオーディションが話題となりました。世界で一番美しい少年、ビョルン・アンドレセンはストックホルム出身の俳優兼歌手であり、本作ヴェニスに死すの美少年役で広く知られています。1970年、ヴィスコンティがヴェニスに死すの映画化のために主人公の作曲家を虜にする少年タッジオを求めてヨーロッパ中を探していた時、友人とバンドを組んで歌っていたアンドレッセンがヴィスコンティの目に留まり、数千人の候補者の中から選ばれました。1971年8月、映画のキャンペーンと明治製菓エクセルの CM 撮影のために来日した際には熱狂的な歓迎を受け、追っかけの少女に髪を切られるという事件まで起きました。アンドレセンの素顔はごく平凡で健康的な少年でした。しかし映画のイメージと実像を混同されることが多々あり、好奇の目で見られ続けることに耐えかねた彼は何度もストックホルムを離れて暮らしたといいます。2021年、サンダンス映画祭でビョルンの人生を描いたドキュメンタリー世界で一番美しい少年が発表されます。この作品でアンドレッセンはヴィスコンティ監督や祖母、大人たちに性的搾取されてきたことを告発します。祖母と結託したエージェントは連日のハードスケジュールをこなすため薬物を飲ませることもあったといいます。
そのトラウマから回復するのになんと50年もかかったことになります。美しすぎる少年のなんとも切ない物語です。ルキノ・ビスコンティ。ビスコンティ家の名は古くイタリアルネッサンスの歴史に深く関わっています。ルネッサンスの興亡とともにあって、その本流は早く滅びましたが、暴流の家系が今日まで連綿と続いています。その先祖は実際に10世紀の終わり頃まで遡れると言われています。12世紀になるとビスコンティ一族の名がミラノ中心とした地域で散見されるようになります。その頃子爵の位を授けられ、それが世襲となりました。ちなみにイタリア語で子爵とはビスコンテであり、ビスコンティはその複数形であり、結局それが仮名となりました。後年ミケランジェロ・アントニオーニ監督をして、生まれながら人を支配する威厳にあふれていると言わせしめたルキノ・ビスコンティの威厳ある態度は血の当然の結果だろうと思われます。青年時代。ルキノの少年時代は規則正しい典型的な貴族家庭の生活でしたが、10代の半ば頃から彼は次第にそんな生活に疑問を持つようになります。好きだった少女を追って初めて家出したのもそれが一因でした。その後も何度も家出が続き、最後は父の経営する会社で働かされることになりますが、当時流行の無政府主義の活動を始めてしまい、重役たちが根を上げてしまいます。兵役後22歳の時、父が始めたミラノ芸術演劇座に舞台装置や小道具係として参加します。ルキノと演劇との関わり合いはこの時に生まれます。ジャン・ルノアールとの出会い。しばらくは乗馬に夢中になり学校まで作りますが、その間にロンドン、パリを旅行します。パリのサロンでは詩人のジャン・コクトー、デザイナーのココ・シャネルなどと知り合います。多くの新しい刺激に触れたルキノでしたが、とりわけ映画に魅せられ、エーリヒ・フォン・シュトロハイムの結婚行進曲、ジョセフ・フォン・スタンバーグの嘆きの天使などに強い感銘を受けます。ミラノに戻ると早速16ミリの撮影機を買い求め映画作りを始めますが、失敗が続き、失意の彼は再びパリを訪れます。その話を聞いたココ・シャネルが友人の映画監督ジャン・ルノワールを紹介してくれます。1936年の夏のことでした。ルキノはそれまではルノワールのことを全く知らず、作品も見ていなかったのですが、ちょうど監督がピクニックを準備している時で、ルキノはそこで第三助手として働くことになります。当時ジャック・ベッケル、アンリ・カルティエ・ブレッソンなどもルノワールの助手でした。さらにどん底と大いなる幻影の制作も手伝います。この間パリとミラノの間を忙しく往復してルノワールの仲間たちと接触していましたが、彼らの多くは人民戦線側でフランス共産党の党員であり、ルキノの政治的海岸に大きな影響を与えました。処女作レジスタンス。1942年6月に撮影を開始した猛衆は当局の干渉の中で完成し、ローマでの死者は熱狂的な反響を生みました。しかし検閲を通過せず、雑誌チネマの編集長であるムッソリーニの長男ビットリオが父に働きかけ、結局若干のカットをした上で公開が許可されました。その後反ファシズムレジスタンス運動は日を追って激しくなり、1943年7月25日ムッソリーニが失脚、9月8日イタリアの無条件降伏とともにドイツ軍がイタリアを占領、厳しい弾圧が市民たちに加えられました。ルキノは反ファシスト非迫害者救済委員会に加盟し、ローマにある屋敷が脱走者たちの隠れ家となりました。彼はレジスタント組織と接触し地下運動に従事しますが、友人たちが次々と捕らえられ、ついにルキノも友人の家で逮捕されてしまいます。九死に一生を得て監獄から救出されたのは44年6月4日の連合軍のローマ解放の日でした。少年期。その後しばらく舞台活動に専念しますが、
1947年イタリア共産党の資金提供を受けて、シチリアで南イタリアの貧しい漁師たちを描いた揺れる大地の撮影を開始、翌48年のベネチア映画祭に出品します。オール現地ロケ、素人俳優によるネオリアリズム映画の傑作の誕生でした。以後、ベリッシマや夏の嵐といったネオリアリズムに根ざした作品を発表すると同時に、舞台ではシェイクスピアのお気に召すまま、テネシー・ウィリアムズの欲望という名の電車、アーサー・ミラーのあるセールスマンの死などを上演して脚光を浴びます。成熟の時。1959年6月、映画若者のすべてが完成します。この作品はテーマである国内移民をめぐって大きな政治問題となり、60年のベネチア映画祭で審査員特別賞を授与されるも、ルキノは受賞を拒否します。1962年、バート・ランカスターを主演に迎え、新旧両世代の変遷を壮麗なフレスコ画調で描いた山猫の映画化が始まります。これが63年カンヌ映画祭グランプリに選出され、さらに65年エレクトラの悲劇を現代化した熊座の淡き星影でベネチア映画祭グランプリを獲得します。1967年にはカミユの異邦人の完全映画化、69年の地獄に落ちた勇者どもではビスコンティの主旋律であった家族の崩壊をライトモチーフとして異常愛を描きました。そしてついに1971年本作ベニスにシスが公開され、73年ルートヴィッヒ神々の黄昏がそれに続くことになります。晩年、ルートヴィッヒの撮影が終わって編集に入る直前、1972年7月27日の夜、ローマのホテルエデンで彼は心臓発作で倒れます。半年にわたる闘病生活の末、映画の編集が終わり、翌年の1月28日にドイツのボンで初公開されます。その後、チューリッヒでの入院生活の後、長年住み慣れたローマの邸宅を売りマンションに移り住んだのは、不自由な体には小さな家の方が良いという理由でした。彼はここでその最後の情熱を傾けて2本の映画、家族の肖像とイノセントを完成し、後者のダビング中の1976年3月17日に自宅の部屋で亡くなります。今回はこれで終了です。この動画がお気に召していただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。